はい、1019.3 プレミチュア。今回は紛らわしいです。どういうことかというと、マインクラフト Java 版の 1.19.3 アップでの、プレリリース第1弾が来ました。何事もなければ12月6日に、1.19.3 が正式リリースされます。されるのですが、何が紛らわしいかと言いますと、この絵面を見たとき、直感的に、ピグリンの頭と音符ブロックからモブノート。それは 1.20 からの話じゃなかったんですかい？これパッと見た感じじゃ、1.19.3 から普通に遊べるように見えてしまいます。ってことで、見てみましたけど、1.20 の要素は、1.20 のデータパックを有効にしないと出てこないようです。データパックを入れてない場合、クリエイティブインベントリの中に、ピグリンの頭はありません。し、音符ブロックの上にモブの頭を乗せても、音沙汰なしですね。逆に、サバイバルだとしても、データパックを入れてみたら。エイマージャバ版はズルが簡単なのでちょいと、一時的にクリエイティブ使わせてもろて、ピグリンの頭ありました。音符ブロックとモブの頭も出してあげて、バトルドームも出た。怖いですね。やめないか。もちろんピグリンの頭もいけて、そしてノートブロックサウンドのフィールドを含めるようになるので、リソースパックなどを使って頭から音を出せる模様。正式リリースにもデータパックはついてくるんですかね。どうなんでしょう。Java 版はデータパックなど入れても新曲に影響ないので、統合版からしたら、かなり羨ましいことになってしまうのでしょうか？教えてガリレオ。それではデータパック関係ない世界に戻ってきまして、新コマンド、フィルバイオームに、リプレイスが追加されました。置き換えることができます。メサバイオームから草原バイオームに変わりました。草タイプが変化していますね。おや？一部メサバイオームが残っています。どういうことかというと、メサの上でジャンプしてみたら草原バイオーム。これは、高さも関係あるってことですね。バイオームを変えられるということは、スノーゴーレムの命を左右したり、村人の遺伝子を操作したり、ラジバンダリ楽しいことができそうです。うるせえ。くれぐれも召喚したこの命をもてあそぶような真似はやめましょう。新たなゲームルールが設定にも登場しました。増えたのは、これですね。まず、ドロップ。3項目だったのが6つに増えています。上から2番目から4番目がもともとあったルール。一番上に追加されているのが、爆発のゲームルールですね。下から2番目のも爆発関連で、クリーパーなどモブの爆発での、ブロックがドロップするかどうか、ランダムなのがデフォルト。つまり、爆発で壊したブロックは全部入手できません。減ってしまいます。一番下は TNT の爆発。Java 版は確実にドロップするのがデフォルトです。統合版はランダムなのでかなり悔しい。悔しい。なんでここの仕様が違うのか、まさに。どうしてだよー。それから、他に増えたのは、これ。溶岩が、まるで水の無限水源のように、無限溶岩になってしまう。悪魔的なゲームルールですね。デフォルトはもちろんオフです。しかしながらこれ、サバイバルなワールドでも変更できそうなので、だとしたら、かなりずるいことになりませんかね。そんなルールを適用しちゃうかどうかは、Java 版で遊んでいる、あなたが決めることです。ってこと、次は積雪がどれだけ高く積もるかのルール、最大は8で、雪ブロックの大きさまで積もります。と、あとは、無限水源ができなくなるルールですね。水源の方はクリエイティブな建築で活躍すると思います。ラストは、これ、エンドラとかボスの出現時など、特定のゲームサウンドが発生した時に、どこにいても聞こえるかどうかのルールですね。デフォルトはオンなので、聞かない先生はオフにしましょう。聞かない。続きましてはなんと、Java 版による、
ジャバ版のための日本語訳がややおかしくなりました。力尽きた時、老害画面テスト、ダサすぎる、ダサすぎて、ダサすぎて、ダサすぎて。ジャバ版翻訳終了しまーすかのお知らせ。もう元はどうでしたっけ。現行の 1.19.2 で確認してみると、タイトル画面ですね。なぜ今頃になって和訳を変更したのか、謎が謎を呼ぶ。念のため英語表記が変わってないか確認してみましょう。まず 1.19.2 はタイトルスクリーンですね。それから 1.19.3 のプレマイナスリリース1を見てみると、タイトルスクリーンで英語は何も変わっていないことがわかります。つまりジャバ版日本語訳の暴走化ってこと。統合版はどうでしたっけ。更衣室がダサいのは置いといて、氷渡りのブース、それはジャバ版での日本語訳であって、統合版では表情歩行、自称マインクラフト統合版日本語訳警察署長の私が、そんなナビゲーション見逃すわけないだろう。いかんいかん、また横道にそれてしまった。誠に遺憾の極み。それではアイアンゴーレム、君に決めた。かわいそうだなお前統合版はメインメニューでした。これは勝ったな。これまだプレリリースだから本番までには修正されちゃうんでしょうけどね。つかの間の勝利に酔いしれるとしましょう。はい、どうせすぐ終わりです。それはどうかな。はい、というわけで、ジャバ版でプレイヤーが力尽きた時の終了しますかと聞かれるリスポーン、オアタイトル画面に戻る選択の日本語訳がなぜかおかしくなっている問題でした。いや、ジャバ版 1.19.3 のプレリリース1のアップデ情報、ああ、大きな問題が発生しなければ12月6日に正式リリース解禁というアップデ情報でしたね。それではお後がよろしいようで、今回はこれまで。バイバイ。あばよ。